ただ実際は僕らが7年8年とボディメイクをやってきて分かったんですけど、これはもうで痩せることはできます。最後は皆さんがよく悩むお酒についての2択になります。気にしないとなんですね。皆さんこんにちは、マメです。タマです。今回は何ですか？今回ですね、最速で痩せるのはどっち。今回の動画は最短最速で痩せたいと思っている人たちが悩む2択の問題を解決するための動画になります。よく皆さんからダイエット始めたがどれから優先して取り組めばいいのかわからない、こういったコメントをもらうんですね。確かにダイエットを始めると自分にはどっちが大事なのかを迷ってなかなか行動に移し出せない、こういったことってありますよね。そしてもしそのまま間違った選択をしてなかなかダイエットで痩せることができなかったら挫折してしまう原因にもなるかもしれません。ただダイエットにおいて正しい選択をし続けることができればリバウンドすることなく最速で痩せることができます。実際僕らは毎年夏に向けてダイエットをしてるんですけど、そのために10キロ以上のダイエットに成功してます。またこれは僕らだけじゃなく僕らの食事指導の受講生も正しい選択をしたことでダイエットに成功してるんですね。皆さんもダイエットをする中で二択でどっちがいいんだろうと悩む人多いと思うので、今回この動画を見て正しいダイエット方法を選択できるようにしましょう。まず最初に最速で痩せるっていうのはどういうことなのか、これを説明していきます。今回の最速で痩せるっていうのは1週間で痩せる方法とか1ヶ月で10キロ痩せる方法、こういった方法ではありません。さっきも冒頭で少し説明をしたんですけど、間違った選択をしていったら痩せたとしても結局リバウンドしてしまって元の体型に戻ってこれをずっと繰り返してしまうわけですよね。ただ正しい選択をしていけば遠回りだったりとか停滞することなくあなたの中での最速で痩せる方法を見つけることができるんです。じゃあ実際にダイエットで失敗しないで最速で痩せるにはどっちを選択すればいいのか、これをこの後紹介していきます。まず一つ目です。最速で痩せるには運動か食事、このどちらがいいのか。これ結論は食事です。前提として最速で痩せるにはこの両方ともやるのが一番いいんですよ。運動をして消費カロリーを増やせばたくさん食べながらダイエットもできるので当たり前なんですけどダイエットをより加速することはできるんですね。ただ今回の前提条件としては忙しい皆さんがどっちかを取るならどっちを選んだ方がいいのか、こういった観点で話していきますので、そこにおいては結論食事になります。やっぱりみんなの中で痩せるにはランニングしたりとか筋トレしたりとか、運動しなきゃいけないと思ってる人多いよね。そうだね、やっぱイメージは多いよね、これはね、もう本当皆さんもそうだし僕らもそうだし僕らの食事指導の受講生もみんなそうだったんですよ。ただ実際は僕らが7年8年とボディメイクをやってきて分かったんですけど、これはもう食事改善で痩せることはできます。そもそも痩せるっていうのは消費カロリーと摂取カロリーのこのバランスで決まってくるんですね。消費カロリーよりも摂取カロリーが少なければこれ必ず痩せるんですよ。もうこれが絶対ルールです。なので極論食事管理をしてこの摂取カロリーをコントロールするだけでダイエットっていうのは成功します。ここまでで食事改善だけで痩せるっていうのは分かったと思うんですけど、じゃあ運動ってどういう意味があるかっていうと、ダイエットの速度を加速させるんですね。例えばですけど食事改善だけでももちろん痩せるんですけど、筋トレとか有酸素っていう運動を取り入れることでより効率的に早くダイエットが進むので、もちろん運動を並行したらベストです。なので結論としては忙しい方だったらまずは食事を優先すべき、そしてできるのであれば運動と食事を並行してやることによってより理想的な、そして最短最速でダイエットが成功できますのでやってみてください。続いて最速で痩せるには糖質制限もしくは脂質制限どっちがいいか、これはねよくねいろいろ議論が分かれるところなんですけど、僕らがおすすめなのは脂質制限、まあ、つまり脂質を制限するダイエットです。で皆さんの中で糖質制限すごい効くじゃん、でこれがいいんじゃないのと思う人もいると思うんですよ。結論ダメではないです。ただ僕らとしてはあまりおすすめはしないんですね。これなんでかっていうと糖質制限でめちゃくちゃ難しいんですよ。何が難しいかっていうと、多分皆さんがイメージしてる糖質制限っていうのは1日の中でご飯少し抜くとかさ、ちょっとだけ炭水化物抜くとかっていうイメージあると思うんですよ。そうだね。ただ本当の糖質制限って糖質を一切取らないんですよ、まあ、つまり糖質制限ダイエットっていうのは糖質禁止ダイエットなんですね。そうだね。だから炭水化物とかお米だけじゃなくてドレッシングとか調味料に入ってる糖質もできるだけ控えないといけないのがこの真の糖質制限なんで、そうなので世の中にあるありとあらゆる食事っていうのは糖質が入ってるわけですよ。それをほぼ食べないってなると調整がかなり難しいんですね。あとは皆さんはちっちゃい頃からお米を食べてるわけじゃないですか。なので糖質制限ってすごい速さで痩せるんですけど、ダイエットがどっかで終わるじゃないですか。で終わった時にご飯食べますよね。そうするとリバウンドしちゃうんですよ。2年も3年もさずっとご飯食べないって無理じゃんきついよな、ただ脂質制限ダイエットっていうのは脂質を1日の中で40から50グラム抑えましょうっていう制限するダイエットなんで、もちろんラーメンも食べれるしケーキも食べれるし、日常生活の中で脂質を制限するだけなんでストレスがなくてかなりやりやすいんですね。あとこれは僕らも糖質制限ダイエット、ケトジェニックって言われるものを実際やって体感した部分なんですけど、エネルギーがあまり出づらかった、やっぱり日本人ってもうお米とか炭水化物を取ってそれをエネルギーに変えるような体になっているので、基本的に日本人ってこの糖質制限ってあんまり合わないって言われてるんですよ。だからこそ皆さんっていうのは普段仕事もやられてて筋トレもやっててダイエットもやってるっていう方も中にはいると思うので、そういう方がエネルギー不足ってなったらダイエットをやめてしまう一つの原因にもなってしまうので、だからこそ僕らはやっぱり脂質制限ダイエット一択です。続いてもよく皆さんが悩む二択になります。最速で痩せるには筋トレか有酸素どっちがいいのか。これは結論筋トレの方が優先順位高いです。なんで筋トレの方が有酸素運動より優先順位
順位が高いかっていうと、もちろんカロリーも消費できますし、あとは長期的に見てリバウンドしにくい体になるんですね。筋肉がつくと皆さんが自然とカロリーを消費している基礎代謝っていうものが増えるんですね。この基礎代謝が増えることによって毎日の消費カロリーが増えていって、たくさん食べながらダイエットもできますし、長期的に見た時にどんどんダイエットが楽になっていくんですよ。ただ普段から僕らの動画を見てくださってる皆さんは、有酸素運動もダイエット中にいいじゃん、脂肪を落とすじゃん、そういう話を聞いたよって方も中にはいると思います。確かに有酸素運動をすると脂肪を燃やしてくれて体脂肪を減らす手助けはしてくれるんですね。ただ有酸素運動の場合は脂肪を落とすだけになってしまうんですね。なので筋トレと違って長期的に見た時にダイエットが楽になるかって言ったら、そこはまた違った話になってきます。これつまり違いまとめると、筋トレっていうのは筋トレした時の消費カロリーもそうですし、プラス筋肉もつくので代謝が上がって太りにくく痩せやすい体になるんですね。ただ有酸素運動っていうのはもちろんその場の消費カロリーはあるんですけど、筋肉がつくわけじゃないので、その有酸素運動やった時だけカロリーが減るみたいな感じなんですよ。つまり筋トレの方が長い目で見た時にお得っていう意味です。しかも今回の動画を見てくださってる皆さんは男性の方が多いと思いますので、皆さんが目指している体っていうのは筋肉がついて筋肉のメリハリのある、そういった体を目指している人が多いと思います。なので優先順位としては筋トレをまずやって、今よりもさらに加速させて脂肪を燃焼させたい、そして有酸素運動をする時間も作れる、そういった方は筋トレに加えて有酸素運動もやってみてください。続いて最速で痩せるにはホエイプロテインかソイプロテインどっちがいいか、これはねよく聞かれるわけですよ、で基本的に世の中に売ってるプロテインほとんどはホエイプロテインです。でそれに加えて女性向けだったりとかね、ソイっていうのはあるんですけど、まあどっちがいいのか、これの結論としてはそれぞれ目的は違うので自分に合う方を選んでくださいということです。ちなみに皆さんホエイとソイの違いってわかります？ホエイプロテインの特徴としては動物性タンパク質で吸収スピードが速いんですね。なので筋トレの後にすぐに栄養を取り入れたい、そういう時はホエイプロテインがおすすめなんですよ。で逆にソイプロテインっていうのは植物性タンパク質で吸収のスピードはゆっくりなんですね。それによって満足感が持続されやすいので、筋トレをしてない人がダイエット目的飲むって時におすすめです。だから俺らはもう筋トレをずっとやってきてるんで、ソイプロテインはもう一切飲まずホエイプロテインだけ飲んでるよね、ただこうやって言うと筋トレをしてる人なのにホエイプロテインがお腹と合わなくてお腹を壊してしまいます、じゃあソイプロテインでいいですかって聞かれるんですけど、その場合はソイプロテインじゃないと仕方ないと思うんですよ。だからこそ筋トレをしてる人だったらホエイプロテインを飲んでくださいって僕らは伝えたいんですけど、ただ皆さんの中には合う合わないってあるので、その場合は反対のソイプロテインだったりとか、逆にソイプロテインを飲んでくださいって言われてもソイプロテインが合わなかったらホエイプロテインを飲むとか、もうそこら辺は皆さんの好みとかによってちょっと変わってくる部分であるので、どちらかを選択してみてください。ソイプロテインだから筋肉がつかないとか、ホエイプロテインだから筋肉がつくとかっていう話じゃなくて、あくまでどっちがいいかってなったら筋トレしてるんだったらホエイで、ダイエット目的はソイって話なんで、それ以上に一番大事なのは続ける味だったりとか、そもそもプロテインを飲み続けられるって方が大事なので、ここら辺は自分の好みを合わせてください。いよいよ最後の2択です。最後は皆さんがよく悩むお酒についての2択になります。最速で痩せるにはハイボールかビールどっちがいいのか、これは結論ハイボールの方がマシです。そもそも皆さんダイエット中にお酒を飲むことがどうして良くないのか分かりますか？これは3つ理由があって、アルコールによって筋肉が分解されてしまう、食欲が増えてしまう、お酒自体にもカロリーが含まれる、この3つの理由からダイエット中にはお酒があまり良くないっていうことなんですね。今言った3つ目の理由であるお酒にカロリーが含まれる、ここの問題なんですけど、ハイボールとビールで比べた時にビールの方が糖質が多くてカロリーもその分含まれるので太りやすいお酒なんですね。一方でハイボールは糖質ゼロなのでお酒自体にはカロリーがほとんど含まれません。なので皆さんがダイエット中にお酒を飲むのであればハイボールだったりとか、あと生搾りのレモンサワー、こういったお酒には糖質が含まれていないので僕らもよく飲みます。これもねよく聞かれるんですけど、ダイエット中にお酒を飲んだ方がいいか、もう飲まない方がいいか、これよく聞かれるわけですよ。で結論飲まないのがベストです。ただ僕らのね主張さんっていうのはほとんどが会社員なわけですよ。会社員の方がお酒を飲まないっていうのは現実的に難しいと思うんですよ。それは会食だったり打ち上げだったり上司に誘われてとかあるじゃないですか。なので今回もビールとハイボールだったらなるべくハイボールの方がいいし、お酒は飲むけれど飲む中でどういう風な選択をするかとか、飲むけどなるべく量を控えるとかでも全然変わってくるんで、現実的に無理をしない範囲でやるっていうのはめちゃめちゃ大事です。なので前提としてダイエット中にお酒を飲むことは良くはないんですけど、もしも飲むのであればビールではなくてハイボールを飲むようにしてみてください。以上が最速で痩せるにはどっちを選んだ方がいいのか、これを解説しました。勘違いしてほしくないんですけど、今回の2択っていうのはあくまでこの2択で悩んだ場合にどっちを選んだ方がいいのかっていう話になります。ですのでどちらかを削っていいんだ、そういう風に安心はしないでください。ただ皆さんは初めてのダイエットだったりとかいろいろわからない中、今頑張ってる方もたくさんいらっしゃると思うので、全部できない人がいるからこそまずは優先順位をつけて、この2択だったらこっちをやろうっていう風に選択をしていって、時間ができたらこっちのもう片方の方を選ぶようにダイエットを進めて頑張っていきましょう。で今回の動画では筋トレがいいのか有酸素がいいのかって話をしてきたんですけど、そもそも痩せるためには摂取カロリーよりも消費カロリーが上回るというのが大前提、一番大事なんですね。むしろここさえ守れば絶対に痩せるんですよ。そんなカロリー計算が一番大事なんですけど、自分の消費カロリー計算したりとか摂取カロリー計算する大変じゃないですか。そこで僕らの公式 LINE ではみんながめんどくさいと思うカロリー計算を身長体重年齢を入力すれば一撃で自分のカロリーが分かる計算シートを作りましたので、ぜひこのカロリー計算シートを使ってダイエット頑張っていきましょう。でこのカロリー計算シートの受け取り方法は概要欄にある公式 LINE を友達追加すれば誰でも無料でもらえますので、ぜひ受け取ってダイエット頑張っていきましょう。最後に今回の動画を復習します。最速で痩せるには
運動か食事なら食事、糖質制限か脂質制限なら脂質制限、筋トレか有酸素運動なら筋トレ、ホエイプロテインかソイプロテインかについては、筋トレをしている人はホエイプロテイン、していないのであればソイプロテイン、ハイボールかビールならハイボールを選ぶようにしてみてください。というわけで、僕らは日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれたらチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。有酸素の前にプロテイン飲んだ方がいいのか、有酸素の後にどっちでもいいよ、変わらんのよもうそんなの。それは大会で優勝するかしないかぐらいのキワキワのところで必要になってくる知識なんよ。普通のダイエットでそこまで細かくして成果が結びつくはない。考えるか行動する2択、行動する、ここめちゃめちゃ大事な2択、この2択一番大事。